こんにちは、新田真咲です。本日は奈良市小田野町にございます UL1 というですね、1LDK のとってもおすすめ物件をご紹介させていただきます。まずこちらが洋室のお部屋となっておりまして、こちらではですね、一軒分の大きな収納がついております。ハンガーパイプもついておりますので、お布団だけではなく、お洋服もしっかりと入れていただけるクローゼットですね。そしてバルコニーは南向きということで、日当たりもバッチリの物件ですね。またこちらにはシャッターもついておりますので、女性の一人暮らしの方でも安心してお過ごしいただける物件となっております。そして奥のリビングとの間にね、こちらの半透明の扉がついておりますので、このように、仕切ってね、使っていただくこともできる間取りとなっております。こちらはリビングのスペースなんですけれども、かなりね、広さがありますので、大きなこうソファーセットなんかね、置いていただきますね。また東側に大きな窓も取られておりますので、一日中明るく過ごしていただくことができます。さらにキッチンの方ですね、これはちょっと独立したタイプとなっておりますので、お料理もね、大変かさどりますね。二口のガスコンロ、そしてグリルまでついております。収納の方もこういう形でですね、上下にたくさん調理器具入れていただけるようになっておりますので、水切りなどもついてますので、すごく嬉しいですね。奥には冷蔵庫もしっかりと置いていただけるスペースが確保されております。ただセキュリティ面もですね、安心のこのカラーのですね、モニター付きのインターホンもバッチリついております。そしてこちらは玄関のスペースとなっております。床のね、色がすごくおしゃれですね。また作り付けのシューズボックスもバッチリついております。そしてこちらがお手洗いですね。ウォシュレットも完備の綺麗なお手洗いとなっております。そしてこちらが奥がですね、浴室となっております。追い炊き機能とさらに、浴室乾燥もついておりますので、室内でもお洗濯物乾かしていただくことができます。そしてこちらは、室内の洗濯機置き場と、こちらシャンプーダイソーもしっかりとついておりますワイドな洗面台ですね。脱衣スペースとしてもしっかりと使っていただけますので、こちらね、カーテンなどかけていただけるようになっております。水回りもまだセキュリティでもね、大変充実した物件となっておりますので、初めてのお一人暮らしの方にもおすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし太郎子賃貸の席では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきます。